はい、おはようございます。ラスカルでございます。今回ね、ちょっと家から撮影させていただくものがですね、こちら、お山餃子。これね、僕がね、よく栃木でお世話になっている一品香上等亭さんってお店があるんですけど、そこがね、こうやって餃子専門って形で、まあ、ネット販売とかでもしておりまして、今回はね、それをちょっと大量に注文させていただきました。なんでこれをね、食べていこうかと思っておりまして、まあただちょっと焼きだけじゃつまらないので、いろいろね、この餃子を使って料理をしていこうと思います。まずはね、ちょっとやっぱり汁物が欲しいから、水餃子をとりあえず作っていこうかと思っております。で、このお山餃子、今見せたこのサイズ、小さいサイズのもあるんですけど、また別にね、大きいサイズあるのよ。大きいのは結構ね、有名で、こっちは焼き。で、水餃子ね、このちっちゃい方を使っていこうと思います。まず簡単な調理で、よし。まずは、お水を沸かすと。あ、つかない。じゃあ、だんだんお湯も温まってきたんで、ここに丸鶏ガラスープ。お塩と、で、色付け程度にお醤油と、いいよ。そしたらここに餃子を投入と、いいよ。熱い。もう一袋いけそうなんで、いいよ。よし。で、最後ね、香り付けにごま油、いいよ。これで煮込んで餃子に火が入ったら完成でございます。はい、こんな感じで今だいぶ煮えてきてね、餃子一個一個もサイズがね、ちょっと大きくなってきてます。これはこちらで完成と。そしたら続いて焼き餃子でございます。とりあえず火をつけてと。で、お山餃子さんのなんか美味しい焼き方があるみたいで、まずは油をくっつかないようになじませて、少し隙間を開けながら乗せていくみたいでございます。お、ちょうどいいんでね、 OK。 で、ここにね、お湯を餃子が8分目に埋まるぐらいまでかけていくみたいです。強火で約 4,5 分ほど蓋をして蒸していくみたいでございます。はい、今ね、ちょっとホットプレートなんで 4,5 分っていうわけにいかなかったんだけど、だいぶ煮えてきたんで、蓋を一回ね、開けてみたいと思います。よいしょ、オープン。だいたいね、こうやって一回りぐらいね、餃子が大きくなってきましたんで、一旦お湯を捨てます。そしたらまたここに、よいしょ、油を少しなじませて、また蓋をしてね、中火で 2,3 分ほど蒸し焼きにしていくみたいでございます。そしたら蓋をオープンと。お、いい音で、このまままた油をなじませて、じっくりね、水分がなくなってきつね色になるまで焼いていくみたいでございます。ただこれを移さないといけないんだけど、ほいってな感じで餃子が完成いたしました。重たい。早速ね、これを向こうに持ってって食べていきたいと思います。はい、ってことでね、今こんな感じに全て完成いたしました。これ逆か、逆だな。ってことでね、もう結構いい感じの温度になってるんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。今回ね、大量に買わせていただいてたので、なんかサービスでね、お山餃子さんの特製ラー油もいただきました。あー、ラー油とお醤油、お酢と。まずこの餃子見えるかな、めっちゃでかいんですよね、1個、すごいでかいの。いただきます。うまっ。そのまんまでも十分うまい、つけなくても。下味がね、ちゃんとついてるし、なんかもう皮がね、もちもちなの、めっちゃうまい。ちょっとタレにつけて、お米と一緒にバウンドで、
子ライス反則だね。うまっ、でもラー油もうまいわ。これ多分無限に食える。やった、めっちゃうまい。うん、そしたらちょっとこの水餃子のスープも、あーうまい。あ、餃子の出汁出てるな。ちょっとこの水餃子いこう。もち感が違う。また別の種類のもちもちだ。これもうまい。ごめん、言うの忘れてた。最初に言わなきゃいけないんだけど、お米ね、5合炊きました。こんな感じなんだけど、足んないかも。やばい、これめっちゃいい。ダメだ、動画なのに無言で食っちゃってるわ。ちょっとライスに立つんだけど、もうちょっと醤油入れようかな。よっ、よっ、またね、スープに餃子の出汁が染みてるからね、めちゃめちゃうまい。ちょっとだいぶ体温が高くなってきたんで、コーラを。熱い。一個がめちゃめちゃでかいから満腹感がすごいな。水餃子ライスも絶対美味しいと思うんだけど。なんか、あ、うまい、うまい。こっちもうまい。今回ね、餃子自体は普通に焼いたんですけど、これね、結構アレンジとかが効くみたいで、お店の方がね、紹介してたのは、チーズとかを乗せて、チーズ餃子とかやったんだけど、あれもめっちゃ美味しそうなんだよな。絶対おつまみに最高だもんね。嫁さんに帰ってきたから食べたいって言われたから、ちょっと2個ぐらい取っておきます。よっと、よっと、これいっぱい食べようと思って、大餃子が60個かな、小餃子が25個30個みたいなセットがあるんですけど、それをね、3セット頼んだんですよ。でもね、もう結構お腹いっぱい。調子乗ってブワッて焼かなくてよかった。ちょうどいいです。普通の3人家族とか4人家族だったら、あの1セットでね、2、3回ぐらい楽しめると思うんだよね。量がね、すごい。そしたら今ね、これ焼きの方は完食でございます。最後水餃子とご飯なんだけどね、ちょっとどうしてもやりたいことがありまして、これをね、ほいっと、ほいっと、ここにこの醤油だれをかけてと、中華風の茶漬けみたいな感じで締めていこうと思います。うまそう。うまい。
なんかね、不思議と茶漬け風にしたらお酢の香りが強くなって、なんかね、締めにちょうどいい。うまい。ご飯の方も完食でございます。はい、完食でございます。ごめんね、スープじゃちょっと時間かかりすぎたので時間飲みさせていただきました。ごめんなさい。ごちそうさまでした。いやー、小山餃子めちゃめちゃ美味しかった。あのね、皮がもちもちだから、これもね、個人差によると思うんだけど、両焼きじゃなくて片面焼きで食べると、片方はカリッとしてて、焼く側はジュワッて柔らかくて、うまかった。このね、小山餃子のネット販売とかもしてて、まあ、皆さん注文できるようなものなので、概要欄にホームページの方を貼っておきます。ぜひね、気になった方は買ってみてはいかがでしょうか。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。